なんか知らないうちに登録者数が1300人超えてました。ありがとうございます。というわけで、先日募集していた質問募集動画の回答編です。あと、ついでにめちゃくちゃ忘れ去られてた450人突破記念質問募集の回答もいくつかやっちゃいますね。私が昔プレイしていたソシャゲ、スクールガールストライカーズ2というゲームに、モニカ・ブルーアッシュって子がいるんですよね。それと横浜市営地下鉄ブルーラインを合わせたら、こうなりました。ちなみに、命名当初はブルーラインなんて乗ったことない上、スクストでの推しはさとかちゃんです。はっきり言います。特にありません。フィーリング優先です。そのせいで、めちゃくちゃボツ作品が多いです。カオス先生並みに多いです。過去作で完全自作の動画だとザ・スマイルを川口湖ですかね。多分こういう感じのフォントですよね。これは FOT ゴスペルというフォントで有料フォントです。学生なら4年間5000円で使い放題です。フォントを持っていると動画制作がめちゃくちゃはかどったりするので、ぜひ。そういった得意の映像を撮るのが苦手な人なので、一応今のところ制作予定はないです。ここのことですかね。元の映像にこんな感じの設定でエフェクトをつけてあげるとこうなります。初期設定だとうまくいかないので注意なのです。このうち演出は時間制御を使うと簡単です。大体小学3年生くらいのあたりから入門しました。一番最初に見た作品がつくばオープンエクスプレスだったかなと思います。ちなみに同時期にニコニコ動画にも入会したので ID の横の表示が SP1 になってます。はい。最長距離だと東京駅から関西方面の約 500km になりますかね。毎回思いますが、東京関西間って JR バスなりミラーなり近鉄なりとめちゃくちゃ選択肢多いですよね。普段は JR バスばっかり使ってる人ですが、別のバス会社のやつとかも使ってみたいですね。いや、待って、なんで連絡した。リアルというのがどこまでの範囲を示しているのかがわからないので具体的には申し上げられませんが、少なくとも職場の方にはバレてないはずです。はい。歩道がなぁ。富士急行線はスイカの取扱事業者となっており、全国共通規格の IC カードが利用できるほか、スイカの購入もできます。なおパスモは買えません。またチャージができる駅はごくわずかに限られていますので、お出かけの際は事前のチャージを強く推奨します。去年こんなこと言ってた割にはまだ行けてないんですよね。いつ行けるかも不明瞭です。それであれば祭壇を作ってみましょう。これから作り方の一例を放送します。なでしこだー。おーおー、やっぱり山梨ですかね。山梨県地味に広いのでお出かけのしがいがあって結構好きです。好きな飲み物はたくさんありますが、中でも今年突如売り始めた三ツ矢レモラってのが一番好きです。いろいろ調べてたんですけど、オリジナルは50年前ぐらいの飲み物らしいですね。ライネさんですか。ちゃんと引いてきましたよ。ほらで見た目が違う。だって陽属性で戦士ですよ。これどこからどう見てもライネさん。一昨年の9月、四国に行ってきた時が一番高かったですね。ちょうどホテルもバスも高い時期。そんな中で、高松東京間の移動を、東海道ではなく北陸周りで帰ろうとしたのでこの値段です。アホでしょ。まあ召喚費を含めて上げての計算だととんでもない化け物がいますけど。ひとまずソシャゲ面で言うのであれば、この素晴らしい世界に祝福をファンタスティックデイズ。長い、めちゃくちゃ長い。あとのんきに動画作ってたら本リリースしちゃったよ、畜生め。家庭用面だと、とりあえずまずはハードを購入することから始まるので、現時点では回答を控えさせていただきます。一番好きなのはソラ様で、一番好きなのはソラですね。近代的なデザインでめちゃくちゃ静かなのほんと押せる。ちなみに視点は初代ブルーリボンです。こっちもスリムなデザインですごく押せます。私は醤油。